スペインの地形図。中央部にメセタがある、アルマンソール・サン・メセタ、またはメセタ・セントラルとは、イベリア半島中央に位置する広大な乾燥高原。メセタは、イベリア半島最古の起伏の一群で、半島の表面の大きな部分を占める。古生代のヘルシニア、ツクリアマ運動期に生じた山塊が起源である。この山塊は、中生代の浸食で平らにされ、現在のメセタの基盤を構成する準平原となった。これが古第3期にアルプス造山運動によって変質し、第4期には浸食と堆積で変質した。平均標高は610メートルから760メートルである。山脈で縁取られ、メセタの丘陵は西側へ向けて緩やかになり、ポルトガルとの国境となっているいくつかの川の一連が源を発している。セントラル山系はメセタの石柱と言われており、メセタを南北の小区域に分割する。北の方が標高が高く、面積においては南より狭い。セントラル山系は首都マドリードの北を2400メートル以上の峰々で囲んでおり、南側はそれらより標高の低い山が囲む。マドリード西部でセントラル山系の最高峰、アルマンソール山が見られる。セントラル山系の峰々は、ポルトガル国境を向けて、西に連なり、一部には、氷河の様相が見られる。高い峰々は一年のほとんど、雪をかぶっている。その標高にもかかわらず、山系は、メセタの北部と南部の間の障害とはならなかった。これは、北西と北東への通行可能な数カ所の峠、鉄道輸送が可能である。メセタ南部は、さらに二つの山地、東へ走るトレード山地、西へ走るグアダルーペ山地とに分けられる。この二つの山地の峰は1500メートル以上高くならない。メセタとアンダルシーア平原とをつなぐものも含め、多くの容易な峠があり、トレード山地とグアダルーペ山地は輸送と通信に障害となっていない。二つの山地は、イベリア半島最長の大河タホ川によって、セントラル山系から、北まで切り離される。メセタを縁取る山岳地方はメセタと関連したシエラモレーナ山脈、カンタブリア山脈、イベリコ山系である。メセタの南端となっているシエラモレーナ山脈はイベリコ山系の南の拡張部と東で合併する。そしてポルトガル南部で山に加わるグアダルキビール、川谷の北端に沿って西に達する。比較的標高が低いにもかかわらず、シエラモレーナ山脈は1300メートルあり、岩だらけでゴツゴツとしている。カンタブリア山脈は、石灰岩質で、カンタブリア海に面したイベリア半島北岸に近く、それと平行に走る。山脈の最高地点は、ピコス・デ・ウローパで、2600メートル以上の標高がある。カンタブリア山脈は、全長182kmで、海岸からおよそ30km離れたところで、急激に標高1500メートルに上昇する。カンタブリア山脈の西は、メセタ北西部の丘が連なり、東にはピレネー山脈とつながるバスク山地が控える。カンタブリア山脈から伸びるイベリア山脈は、地中海近くの南東へ向かい、エブロ川からフカル川の間に広がる。この山脈の不毛なゴツゴツとした傾斜は、約21000平方キロメートルの領域を覆う。山々は北部で2000メートル以上となり、ドゥエロ川源流の東2300メートル地点がその最高地点である。この区域にある非常に急な山の斜面は深く幅の狭い山塊によってしばしば分断される。メセタセントラルの概念は半島の残りの地方から離れた標高の高いお盆のようにみなされていた。この概念は比較的最近である19世紀まで中心的であった。初めてスペイン中央部の起伏の一群について言及したのはアレクサンダー・フォン・フンボルトである。メセタの風景。ありがとうございます。